アメリカ疾病予防管理センターによる安全キャビネットでの作業後継安全キャビネット、安全キャビネット、バイオロジカルセーフティーキャビネット、BSC、バイオハザード対策用キャビネットは、バイオハザードを封じ込めるための箱状の実験設備である。端的に言えば、排気を滅菌するドラフトチャンバーである。病院の検査室や感染症の研究所、 大学の実験室等で病原体や遺伝子、組み換え生物を取り扱う実験者は、検体の感染症に感染してしまったり、有害な新規生物を漏洩してしまったりする危険がある。この危険を回避するには、検体に含まれる病原体が実験者側に漏洩しないよう封じ込める必要がある。安全キャビネットは、ドラフトチャンバーの廃棄口に、 ヘパとエアフィルターを取り付け、バイオハザードが箱外に漏出しないようにしたものである。これに滅菌吸気やエアカーテン、隔壁等を加え、無菌操作の美に安全性を高めたものもある。日本工業規格における規格番号は j i s 計3800である。安全キャビネットは中高度のバイオハザードを取り扱う施設に必須の設備である。日本では 感染症法の定める特定病原体等を取り扱い施設の施設要件の位置として厚生労働省の基準を満たした安全キャビネットの設置が義務付けられている。また遺伝子組み換え生物等に関してはカルタヘナ法によって安全キャビネットの設置が義務付けられている。安全キャビネットの製造や販売にあたっては s 刑3800と NSF ANSI Standard 49が基準として広く認識されている。隔壁の例安全キャビネットはその構造により3種類に分類される。なお、クラス2の安全キャビネットとバイオクリーンベンチは共にエアカーテンがあり構造が似ているが、前者は陰圧、後者は陽圧である上排気口に。 フィルタがついているとは限らず、安全キャビネットのような法的な規格で、漏洩防止は定められていないため、バイオクリーンベンチでは、封じ込めは期待できないことに注意が必要である。安全キャビネットの中には、使用しない時に、木面や側壁等を殺菌するために、殺菌等がついているものがある。これを点灯させたままで作業すると、 紫外線により皮膚癌や白内障の危険があるので、作業時は必ず消灯すること。日本で流通している安全キャビネットのメーカーとして、エスコ、オリエンタル技研、ダルトン、日本医科機械製作所、日本エアーテック、ハイアール、旧産業電機と合弁で設立した、旧産業ハイアール株式会社。後のハイアール産業エレクトリック株式会社。 ハイアールアジアインターナショナル株式会社、PHC、ひたつ機システム、プロックスなどがある。ありがとうございます。